ラジオスイートのお聞きの皆さん、こんばんは。きなりを噛んでしまった。もう7年もやっててこんな初めて。寂しい。続きいきます。はい、2015年3月18日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして本日第3水曜日は、特に滋賀を中心に活躍しているミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、今日も私えちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵吉田秀蔵でお送りします。1時間どうかよろしくお付き合いください。はい、ありがとうございます。はい、はい、あったかくなりましたね。急にねえ、花粉症は秀蔵大丈夫なの？大丈夫、私も大丈夫、はい、今日のね、あの3人組は全然大丈夫ということで、はい、自然派3人です、はい、いいことね、ちょっと聞いたんですよ、はい、花粉症にあのね、いいものが3つあるらしくって、お酒と脂っこい食べ物と甘いものを、この3つともが好きな人は花粉症にならないんですって。じゃあ大丈夫。うん、なんかちょっとこれかけてる方で花粉症きつい方、あの試してみて、あの 3つ好きになってみてください。もしかしたら治るかもしれません。ちょっとワンポイントでした。はい、メールは私たちには元気な元なんです。本当に嬉しい贈り物です。今日もメッセージをどしどし送ってきてください。番組中でもお受けします。メール番号を秀蔵くんが元気いっぱいお知らせいたします。はい、メール番号は99@siga.tv99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。あとね、ストリームであの生で映像も見れますので、はい、もうすでに見てくださってる方、おー今日はなんかスタジオ違うことになってるぞみたいなね、分かってくださってると思うんですけど、今日はすごいゲストが来ておられますので、オープニングトークさっさとやめさせていただいて、ゲストコーナーにさっさと移っていったと思いますので、はい、ね、はい、ドキドキやね、どうしよう。頼むわ、ないとぞくん、今日よろしく、はい、では次はゲストコーナーです。お待たせしました。もう今日はね、はい、ここからゲストコーナーに突入させていただきます、はい、では今日のゲストは秀蔵くんからご紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ今日のゲストは、滋賀のパンクスファッキンジャンキーズです。イエーイ、ようこそいらっしゃいました。ようこそ来ていただきました。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。かっこいいぞ。ではあの今日4人でね来ていただいてますので、はい、お一人ずつ自己紹介ということでどうでしょうか。あ、いいですね。いいですか。はい、じゃあお願いします。どちらから、どちらからいきましょう。じゃあ私の横に座ってくださってる方からお願いします。ベースの安成です。安成さんです。イエイ。ボーカルのひろとです。ひろとさん、イエーイ。ギターのタツーです。タツー、イエ。ドラムのモンタです。モンタさん、もうね絶対映像見な損やしね、あのこれラジオではもったなすぎですね、本当にね、はい、早く見てくださいということで、はい、ではリーダーさんとかは決まってるんですか。え、タトゥーさんですか。じゃあ、 あのバンドとしてね、あのどんなようなことをどういうふうに始められて今どうしてらっしゃるのか、ざっくりとまたあの掘り下げて聞きますので。僕が言うんですか。ちょっとざっくりと紹介してください。え、今、あ、今ちょっとあのもうガンガン言ってください。あれなんです、はい、ツアー中、CD が出て、はい、それの今ツアー中なんですよ。ツアー中です、はい、で、まあここにね、チラシがね、チラシがあるんですけど、ね、ラジオの人には分からへんな、これはな、はい、読み上げていただけたらいいかもしれませんよ。主なところ、まあ終わっもう半ばぐらい突入してるんですけど、はい、まあ先週やったか、いつ、え、先週、うんうん、先週土曜日には、滋賀で森山で、はい、まあ、僕らの企画っていう形で、やらさせてもらって、はい、で
3月29日から毎週連発で鳥取ストロベリーフィールズ、3月29日が、はい、で4月5日が大阪のほかげ、はい、で4月11日が名古屋の新栄、はい、でとりあえずこの前半戦が、あ、これで前半戦なんですね。これあんまりこうコンスタントにこう回れてないんで、あ、なるほど、ちょっといろいろ個々の事情があって、こういう形にしました、はい、すごいツアー、ほんまにツアーですね。ここにね、あのチラシちょっと置かせてもらったんですけども、あ、そうですね、前半戦って書いてますね、はい、すごいですよ。1月から始めてらっしゃってね、はい、その4月11日に、名古屋でとりあえず前半戦の最後を締めくくられるまでに、はい、何箇所、4箇所、4、8箇所か、はい、回られるということでね、すごいですね。でその間は皆さんこう一緒に移動して一緒に寝泊まりって感じなんですか？そうですね。そうですね。あの、そうや、バラバラ一緒に寝てへんな。一緒に寝た時も、僕はないです。はい、一人部屋です。あ、そうですか。はい。別に一緒に寝ててもおかしくないよね。うん。お部屋がそうだったら仕方ないよね。取った部屋がね。ツインの部屋とかダブルの部屋、モンダさんがモンダさんがちょっと一人が一人が千葉、昔じゃない、あの去年、はい、行った時に、ええ、もうホテル空いてなくて、はい、旅館みたいなところに、ええ、泊まりました。畳の、はい、あの安成君と僕が、はい、あの一緒の部屋で、うん、朝まで寝ました。あ、一緒にね、はい、おかしくないよ、何も全然おかしくない、ね、おかしくないよね。思い出し笑いよ。なんかあの時の映像が今蘇ってるから、なんかあったんすか、何もないですけど、なんかあったんすか、何もない、その含み笑いは余計ですよ、なんかね、いつもね、番組にメール送ってきてくださるコーナーがあって、あの、はい、それを読むコーナーがありましてね、うん、最後の方で読むんですけど、せっかくなので、はい、ちょっと先に読ませていただくと、はい、あの皆さんに質問のメールが来てるんですよ。質問、あ、質問、はい、はい、先にそれじゃあ読ませてもらったらね、お答えしていただいたら、はいはい、話が弾むかもしれない。もう全然いけません。ラジオネーム、ピーちゃんという方です。はい、この子、ピーちゃんパッキンジャンキーズの皆さんはただいまツアー真っ最中とのことですが、残りのツアーの意気込みを聞かせてください。あとラジオだから話せるライブの裏話とか聞かせてくださいっていうことなんですよ。この真っ最中って知ってあるってことはファンですね。ピーちゃんです。ピーちゃん、うん、ありがとうございます。残りのツアーの意気込みを聞かせてくださいだって。もうほら、ちょっと言ってください、意気込み。あ、意気込みは毎回、まあ、はい、こうやっていくたび、うん、に、まあ、こうもう一個、まあ、依頼部と思っては、なるほど、はい、と思ってやってらっしゃる。ありますまあ、ピーちゃんに裏話、裏話、うん、いや、意気込みですか、はい、見てやその、いや、なんか言うてはってからやろ、あの、意気込みは意気込みそれね、なんやろ、あと3つですよ、あと3つ、鳥取と大阪と名古屋の意気込み、まあ、どこ行っても同じような感じで、気持ち、頭涼しく、気持ちは熱くちゅう感じ、うん、だからスポーツじゃん、スポーツみたいな、だからいいこと言ったな、いいこと言いましたね、そういう感じで、今の使えますよね、今いっぱいいんちゃう、今頭涼しく、心熱く、そうそう、それ絶対それやわ、次絶対 MC で言いましょうよ、そうね、頭冷たくみたいなね、いいこと言ってもらいました、ピーちゃん聞いてますか、どうですか、あのドラムさん、あ、もう、今いいこと言わはったんで、もうちょっと言えないそれもええことちゃうやろ、あれ謙虚じゃあもう一つ質問ですよ、はい、これね、でもちょピーちゃんおかしいんですよね、はい、ラジオだから話せるライブの裏話とかで、ラジオはして話せへんっていうことですよ ね、裏話じゃなくて、ラジオではちょっと言えへんような裏話を聞かせてくださいっていうことを多分ピーちゃんさんは言いたかったと私は思うので、あの、はい、まあ、よっぽどでしたらピーって言いますので、なんか、はあ、面白かった裏話があれば、森野さん、言ってください。モンダさん、またモンダさん、モンダさんが、
モンタさん、どうしよう。いやいや、もう裏話ってこんなにもう僕らもうライブ行って、でも遠いとこだったら、はいはい、前の日に行ってちょっとこのそこご当地の、うん、宮さんに、はい、まあ行ったりとか、ご飯をこう楽しんだりとか、そういうのはありますね。あ、そんなやつ出るんですね。行くし、しらすの、うん、あ、あります、裏話一つあります。あ、こうタンバ、この丹波ロス、ラッソンの時に、うんうんうん、はい、ちょっとまあ遠回りし帰ろうと、はい、ほんでな、この海鮮丼ぶりを、うん、知り合いが、はい、とかあるから連れてたると、はい、ほんで、まあ、僕とヒロードとモンダさんは一緒にいて、はい、で安成さんだけが行方不明になって、うん、最終食べられなかったっていう。あ、そうなんや。でそこで話終わらずファミリーマートでしらす丼を海見ながら怒りながら食べてはったとかこれとあと雨が降るんですね、僕ら動くと。今日も降ってません、雨。ほんまですね。大体雨多いんですか。もう責任は、ね、原因は分かってるんですよ、ね、原因は分かってるんです。そうなんですよ、原因は。今日またひどい雨だなと思ってたわ。しらす丼どこ行ったやば。まあしらす丼はもうあんましなんかどうでもいいような感じ。しらす丼そういうコアな話をファンの人はね聞いたら嬉しいもんなんですよ、ね、普段どうしてはるんやろみたいな。もっとほんま長いねんけどな、しらす丼の話は。ほんまな、もっとこうなかなか1時間では語れへんそうか、1時間こうコンパクトにしよう思ったらなかなか面白くないと言えない、今面白く言えない。あ、すいませんね、うん、次24時間ラジオとかの時出てもらって、はい、その時にしらす丼の話をね聞きましょう。でもなんとなく風景浮かびましたよ、その一人いなくって。あ、そうよく迷子になった感じなんですね。で実際はでしらす丼買って食べてるよりもね、うん、かわいいっちゃかわいい、絶対僕も思い出作っときたいみたいなね。喋れなかったもん、あの時ら食べてる時な喋れなかったな。しらすのしらす丼も一緒やしな。そんで帰ってからそれを言っちゃうおしまいでしょ。あんま喋らなかった、喋らないかった。やっぱ若さのしらす作ってるとこ大体あれやろ、ファミリーマートやろ、うん、まあ、味はちょっとちゃう。あ、もう今日短いね、ちょっとちゃう。それ違うやろね。涙の味です。涙の塩気も入った、うん、でもそのさっきねおっしゃったモンタさん、せっかく行った土地だし、はい、せっかく来たんやからね、そこの土地のものを見に行こうとか、はいはい、なんか触れようとかね、はい、そう思ってはるのちょっと嬉しいな。それもいいやばい、あれや、言ったやけど。お、なんかエピソード。東京、中野、あるよ。え、中野、中野、お前あれ、あったやけど、お前中野の、お前ちょっと振ってあげてください。なんや、参り行ったやけど、安子に行ったやけど、喋ったやよ、お前。安子に…どうでした、やっぱり荘厳でしたか。僕らはね、スーツ着ていったんですよ。もう初めて行くんで、もう想像がちょっとね、うんうんうん、清掃で行かなかったので、きちっとして行かれたよね。で、まあライブ用の服も持っていき、はいはいはい、でスーツも持っていき、でライブ終わってからやな。だね、あ、やる前から始めやる前から、始めはどうやってやんな。スーツに着替えて、はいはい、あそこにライブハウスでスーツからライブの服着替えて。うん、どうですか、やっぱりなんか思うものありました。けど行ってみたらスーツ着てる人って僕らだけだったり。あ、そっか。でそれは別にね、服装決まってないもんね。だからそういう、うん、まああるけどちゃんと仕事にはね、気持ちがね、こしたことはない。自分たちの気持ちがいいですよね。で、髪型はそのままやったんですか、スーツで。その、いやもう普通に、はい、シュッとしてシュッとして全然知ったことないです。行ったことありますよ。ないですね、行ったことないですよ、そこに。まあ中入ったらほんで重々しい空気が。うん、いや、フリーマーケットしてたしな。雨やったんですか、その時も。この時は息し降ってた。やっぱり降ってたけど晴れた。そう、あ、そうや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 。東京は、東京は、まあ、雨が降ったり。東京めっちゃええねんけど、ええ天気で出だしは降ってたね。はい、確か吹雪もありましたね。吹雪もあります。でもなんかね、天気の悪い日の夜にライブに行くって、はい、私は結構好きですね。あ、うん、なんかこう
この間も台風でなんか JR 止まった時に、はい、京都のライブハウスまで行きましたね。電車止まったけど車出てからかわーと思って、もう大変でしたけど、余計テンション上がるじゃないですか。なんかただ荷物出したりしもたりするけど寒い寒い。ライブハウスさん大変よね。まあ逆やからそう思ってるんやけど、でこんな天気なのに来てくれてありがとうとか言われるじゃないですか。うん、そんなんいいねみたいな。一回も言うてんやろ。一回も言うてんやろ。言ってあげてくださいよ。ほまあほう言わないよね。いや今思ったら一回も多分この中で一回も言うてない。あれ全部雨って降ってると思いますけど、俺こいつが降らしたんやけどごめんなー言って。謝ってもらう。謝ろう、ありがとうございます。いや俺か。謝らなあかん。俺のせいでって。まあまあまあそれはそれでまたいいかもしれない。じゃあまたね、この裏話は後で聞かせてもらうとして、うん、まずでは一曲、はい、皆さんに聞いていただきたいと思いますので、はい、聞いてほしいですね。どなたかが曲を紹介していただいて、ドラッグさん、ドラッグさんです。もういいですか？はい、紹介してください。ファッキンジャンキーズでアルバムリアリティから、3曲目、ビシャスワールド。でしょうか。かっこいい。いいかっこいいですね。自分たちの曲をこういうシチュエーションで聴かはるのであんまりねないと思うので、なんか違う感覚だったかもしれませんけど、ね、やっぱりかっこええなって感じなんですよね、自分の曲聴いて。そうじゃなのでありませんもんね。じゃあまた続きの話をさせていただきましょう。前半戦があるってことは後半戦があるってことなので、はい、それはまだいつ頃から始めたんですか？夏頃からですか？7月か、20日はとりあえず決まってるね。あ、もう決まってるのもある。7月からですね。ポツポツとこう飛びで決まってると思う。まだこのこういう形で宣伝はまだできてない。5月、6月とこの人がちょっと海外にお仕事しに堀市なんです。開けて、うん、7月から後半戦を始めようかな。はいはい、ぜひねファイナルに行きたいな。おばさんも行っても大丈夫やろ。
前でギャー言ってたりしてんねよ、まあ、うるさいわ絶対言われそうもうね、この人ここチーでることありますね。そうすか、うん、クラスじゃないですか、爪で、うん、ずっとこうしてるでしょ、ここ消えたことがさ、先の名言言えや、言って、あー、先だ、頭は涼しく、心は熱く、いや、それや、違う、それさっきとだ仕事あんちゃう、頭はわし、いや、涼しくでしたよ、うん、頭涼しくやな、はい、メモっときます、あ、はい、ありがとうございます。今パッと降りてきたもん、なんだ、どんなこと聞いたかな、ファンの人の気持ちになってなんか質問してあげてください。なんか普段の生活とか想像できないんですけど、普通ですよ、パジャマ着て寝たりするんですか、まあ、かわいいパジャマ着て寝るんですか、そうですね、着てほしいわ、なんかもうすっごいかわいいやつ、ミヒちゃんとか着ててほしいわ、着てます着てます着てます着てる、着てます着てます、だって今日みんなで見えてますかしらね、もう黒ずくめですよ、バシッと、これ痛いんでしょ、痛いですね、痛くない、痛いですか、とんがってない、意外と意外ととんがってません、なるほど、言ってください、もうなんか普段表に出さない素顔を、僕って実はこうなのみたいな、メンバーも知らんねん実は、僕はどうやろ、基本お風呂が好きだよね、あ、いいですね、そういう話題、温泉好き、あ、大好きですね、僕は、あ、じゃあこんなツアーに行ったらなんかいい温泉探して、一回も行ってないですよ、ここは、もったいない、もったいない、行ってくださいよ、次鳥取絶対行きましょう、鳥取ありますよ、 この辺ちょっと出かけますけど、鳥取いい温泉いっぱいありますよ、塩辛いですけど、なんか会話が、行ってしまう会話あるんですけど、帰りあんま会話がない、一応疲れてね、そりゃそう、あの、運転する人はまた別にいたり、マネージャーさんみたいなやつがいたりはするんですか、もうご自分たちでされてる、いや、スタッフが一人、そういう仲間もいてください、はいはい、強力なスタッフが一人、男性ですよ、僕は運転したらと思う気持ちはあるんですけど、この人が運転絶対する気あらへん、それはもうあのライブに全力投球しきってはるから、いやもう朝からビール飲んではるし飲んでもん勝ちやん飲んで運転できへんもんね、もう朝からビール飲んで、朝からご飯食べっぱなし、うん、ご飯とか食べてたら写真撮るんですよ、やめてほしいんですよ、写真撮る、高速道路でご飯食べる写真とか撮ったりうんこしてる、あ、うんことか言ったら、あ、いいよ、いいよ、うんこのとこ、写真とこ写真撮る、隠し撮りするんですよ、かくなんか油断できないんですよ、パクっていった時をパシッと撮って、あとで LINE で、あの、拡大して載せるとか、そうそうそう、でやられた方はへこみますよ、じゃあもうなんかヒヤヒヤやん、メンバー同士、うんこ行くときはうんこ行くって言わないんですよでも危ないからサービス、普通言わないでしょうね、普通言わないでしょう、サービスエリアとか、上見たらこう手が手出て、犯罪犯罪犯罪、キワキワ犯罪捕まるよそれやばいやばい、うかすり、ご飯食べません皆さん、はい、食べてるとこしゃへんと、え、取られるの嫌なの、取られ方がありますやないか、なんかね、もう一緒のことね、取ってくれたら嬉しいみたいなキャラに変えたらね、もうなんもみんな取らないんじゃない、多分ここであの画像見したらそりゃ嫌やろっていう、あ、朝の風呂はちゃんとやられました、あ、そうですか、風呂入ってん、夜風呂入らない、風呂入ら、入られへんかったから、うん、あ、いつも入ってんねん、あ、そうそう、お風呂好きって話、うん、いい裏話を聞かせていただく、なんかないですか、裏話、似てる顔とかも、こうなんかソフトクリーム大好きやねんとか、あ、この人、ああ、そうそう、好きに、この人、だからさっき、花粉症の、僕全部ハマってる、酒と甘いのと脂っこいの、はい、さっき唐揚げ食べてましたね、頑張って、あ、唐揚げ、唐揚げももらったよ、さっき、ちょっとね、チラシますよ、今日ね、ここの前でね、唐揚げ売ってはってね、なんかね、有名な唐揚げ屋さんですって、大分、大分って書いてた、すごいサービスしてくれはってね、え、山盛りもらってはった、美味しかったです、サービスしてもらってもやっぱり大きかったな、じゃあ花粉症じゃないんでしょ、もう全然やっぱり、え、花粉症なん、
花粉症ちゃうの鼻炎ですね。それは花粉症とは違うもんね。花粉症の人、花粉症の人俺の、はい、脳花粉、はい、あ、そうなんですか。皆さん花粉症ほんま病院行ってる。辛いんですね、今ねえ。辛さ、鼻の方が出てへんやん。もう高校ずっからずっとで、どこに来るかはその人によるみたいでしょ。目だけ来る人とか、鼻も喉も全部目もしどーんとして薬飲んで、うん、大丈夫。へえ。高校から、高校から長ー4つ、いや4つね。ちょっと思ってるな、なんか今それメンバーは初めて聞いたんですか。思ってるな、皆さん知らなかったんですか。ちゃんとライブ前薬飲んでる、ちゃんと病院行ってる、ほんま、ちゃんとしてるの。疑ってるよね。いやいや疑ってないよ、ほら前マスクしてたしな。どうしてんのかな、なんかあったのかな。だからみんな優しくしてあげてください。ダメかな。辛いそうですよ、花粉症の人ってね、気が重いんですって。熱とか出るの、その人によるでしょう。甘いの食ったんやん、だもん。酒好きやん、酒甘いの、油分ですけど、甘いのかな。あ、じゃあそれ克服したら甘いのを食べたらいいの。え、食べたらいいの。全然話聞いてませんね。全然話聞いてませんね。タトゥーさん、はいはい、ごめんなさい、タトゥーさん、話聞いてません。それは写真撮られますわ。いや、あんまり行かれないタイプな、今シーズン多いですね。なんか行かれてること、行かれてる回数が写真を。あ、そうですか。油断してるんよ。何やろね、まあ。めちゃめちゃ飯食うんですよ。量が多いってこと？もう一日6食ぐらい。はい。はい。パーキング行ったら。量太ってませんね、全然。リバースなんで、食べたらすぐリバースっていう感じ。分かりやすいからさ、狙われますよね、うん、あ、食べた、あ、行ったみたいなね。分かりやすけど、あ、パーキングでね食べるでしょ、普通に。でもちょっと買うんじゃなくて、うん、ほんまの定食なんですよ、ね、汁がついてる。汁弱いですね。毎回食べてるから、毎回定食。向かいに怒られるぐらい、怒られますわ。向かいに行って車乗ったらもう飯食わせる。やっぱ食べな元気出ませんや。それも大事ですよ、食べるのは。そうじゃん。まあ、もう食いすぎて鬱陶しがられるぐらい言い方されるの。また食うんけみたいな。ほんでよっぽどなんですよね、そこまで言わはんやから。また食うんけ、ええー、やん。日曜日ぜんざい食ってたよ。ぜんざい、ぜんざい食べてた。ぜんざいだいぶ前。ぜんざいじゃないでしょ、あれ。なんか何のおわんが置いてあんのかなと思って、石鹸が溶けてるやつ、もうちょっと持ってる。そう、そうなの。あったやん、あれな。ちゃ、あれな、タツノリさんが食べてるって、あれ。あれは、僕ら石鹸で頭立てるんですよ。はいはいはい。石鹸をこう泡にして、このお椀が、味噌汁のお椀に溶かして石鹸がふやけてるやつを見て、ぜんざいを食べてると。ぜんざい食べてやったって聞いてね。食べてたらある意味すごいやろ。よかったね、味見しなくってびっくりするわ。ぜんざいみたいな売ってへんしな、なんか仕込んできたぐらいの面白い話を喋って聞いて、確かに前に、いやいや、ぜんざい食べてたでって聞いたで、ほんで食ってたんかって聞いて、食べてたんかって聞こうと。ぜんざい食べへん。でもそういうことをその場では聞かないですね、メンバー同士で。ありがとうございます。もう話は尽きないんですけれども、はい、こんなんでええですかね。全然。こういう話全く。いいんじゃないですか、歌われてね。後半で言ってください。申し訳ないんですけど、ここでヒデソー君の話をちょっとだけしてもいいですか。あ、はいはい。じゃあ、いやいや、ね。実はね、ヒデソーのコーナーにもちょっとだけありましてね。はい、コーナージングルをずっと彼が作ったやつをこの番組では使ってるんですけども、はい、もうね7年間ほど同じの使ってるので、はい、それあかんやろというのをね何ヶ月前から突っ込まれてて、新しいの作ってこいと、うん、だいぶ言ったので今日2つ作ってきたらしいんですよ、はい、でそれをちょっと聞いていただいて、はい、使えるか使えへんかね、コーナージングルとして、はいはい、ちょっと採点してもらおうと思いますがね、はい、何でしょうか。
じゃあ今日はあのヒデゾーのコーナーっていう呼びかけから言っていいですか。一応コーナーなのでじゃあえもうちょっと待ってください。もうそれなしでいい。えいきなりかけるんですか、うん、新しいやつを。そうですよ。ちょっと待ってくださいね、うんうん、僕ね、うん、やっぱり伝わるためには歌詞がいると思って、うん、あそうなんや歌詞を持ってきたんです。あすごい準備がいいやん、はいはい、準備がいいやん、はい。ね、はい、今日ヒデゾー君はね、2曲ジングルを作ってきてくれました。1曲目からですね、はい、じゃあ1曲目歌詞が、うん、曲は古書っていう古書ですね。はい、コーナー行きましょう。じゃあコーナージングルからいきますよ。はい、はい、お待たせしました。やり直しますよ。はい、次はヒデゾーのコーナー。あ、ここに前ですね。はい、始まりました。ヒデゾーのコーナーです。じゃあここで説明してください。だから2曲ジングルを作ってきたわけですよね。今日は2曲作ってきたんやな。そうなんです。で、そのうちの、はい、まず1曲目が古書っていう題、古書っていうタイトルでね、はい、作ってきましたんで、はい、じゃあ今皆さんにはね、歌詞配られました、はい、じゃあかけていただきましょうか、はい、お願いします。どうでしょうね。いやもうヒデゾー君らしい。好きですけど。そうですか、ええ、好きって言うときは100点満点のな。いやもうめっちゃ100点でしょ。うわ100点いただきました。じゃあ続いてもう一曲いきましょう。ゴーショー。ちょっと待ってください、あの、はい、ちょっと CD を変えなあかんのかね。今終わりました途中でいいです。途中でいいです。途中でいいです。今途中でいいので、次じゃあもう一曲のじゃあ解説をまず、はい、あのピーマンっていう歌なんですけど、これはすごく優しい歌でね、うん、すごく そのままのはい、思いを聞いてください。はい、ピーマンです。じゃあもう今日ね、こんなメンバー来てくださってるから決めてもらいます。
はい、この2曲のうちどっちを採用するかで、これ採用した方を来月からかけます。実際に毎月毎月かけますので、ちょっと読みに行きましょう。個性的やね。これちょっと質問が2つあるんですか。どうぞ。いくつでもどうぞ。これ1曲目、古生のこれ古川君って誰ですかこれ。いや、これ分かりません。あ、これ古川君って別に関係ないんですよ。はい、この古生を、はい、振ることばっかりを考えてね、はい、言葉が出てきた時によくあるでしょ、はい、フル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 って言ってたら、うん、最後ふーっとなったら古川くんって出ただけの話なんで、特にここにはないんですわ。あ、おしみ坊主のコーラスの方の名前かなとか、あれも古川くん、古川くんですよね。その人のコーラスとは別、別ですね。全然関係ない。あのできればその胡椒の瓶に古川くんって書いといてほしい。いや、そういう胡椒が欲しい。振るからね、古川くんっていう胡椒を出せばもっとみんな振ると思うんですよ。すごい納得してもらってるよ。全然わからんわ。すごいな、みんな優しいな。胡椒だけですか古川くん。うん、も唐辛子の場合は唐辛子になってくると、はい、全然この名前は変わってきます。名前は出ません。出ません。出ませんね。胡椒やからね。一味は一味ですになってくるとです。もうこっから変わります。一味はフレじゃないです。あー、何ですか。何ですか。一味なんなんですか。あの、フルはフルでも、はい、分かった。かけるや。違う。ちゃうね。ちゃう。外した、外したから。あの、すいません。お、大関、お相撲さんが塩をぐーっとやる、それですわ。一味になったら。ああ。巻く、巻く、巻く、巻く。それ大関。大関。その、もう、全然話しよ。質問がある。もう一つの質問はね。ああ、もう一つ、あの、これ、もう一人、ね、コーラス、あは、これ誰ですかこれ。これパートナー。ああ、そうか。古川さんでは、じゃないですか。古川さんもうちょっとしっかり喋れるんで。ああ、はいはい、はい、だとりあえずあの決めてほしい、どっちがいいですか、決めてください。一発撮りっすか。いや、違います。僕個人的に絶対胡椒の方が好き。胡椒の方が好きですか。ほらね、インパクト強すぎてピーマンも良かったけど、こっちでものすごい胡椒一票いただきました。欲しいですね、うん、CD があれば、ね、僕も胡椒ですね、うん、あ、そうですか。僕も胡椒です。もう決まるじゃないですか。くんくんのとこも良かった。古川くんがすごくいいですね。誰やねんっていう、あ、ね、うん、じゃあ古川くんっていうのを胡椒作りましょう。そうそう、うん、はい、あ、じゃあもう決定でいいですか。こうしようとかけてるもん。こうしよう、素晴らしい。ああ、そっかそっかそっか。じゃ あ、なるほどね。決定です。もう4月度からのコーナージングルは胡椒に決定しました。イエイ、ありがとうございます。古川君、古川君、よかったです。おめでとう古川君。せっかくピーヤンも作ったので、ね、まあ、なんかの時にちょっとついでに様には使えますから、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでヒデゾーのコーナーでした。次はお知らせです。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。
お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、ここからはまたゲストコーナーに戻りたいんですけれども、その前に今日は特別にお得なお知らせコーナーというのがございまして、もう一人今スタジオに入ってきていただきました。お名前が辻さんです。はい、こんばんは。こんばんは。ようこそ。はじめまして。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。メンバーの人優しいわ。黒川君、黒川君、もうね、一緒に話聞いてあげてくださいね。質問があったらガンガンしてください。はい、じゃあ辻さん、今日は何のお知らせでしょうか。はい、私アインズ株式会社から参りました。はい、今日はランチパスポート滋賀の宣伝で来ました。はい、ちょっとチラシと変えさせていただきます。はい、ランチパスポート滋賀なんですけども、はい、昨年の6月から滋賀県で販売している500円のランチ本になります。で、ですね、通常700円以上のものを500円で食べられるっていう本になるんですが、うんうんうん、6月から発売してまして、今3号まで出てるんですけども、次発売します、第4号からですね、東近江のエリアが追加されまして、追加された、はい、東近江のお住まいの方にも、うん、ランチパスポートでランチを楽しんでいただけるようになっております。辻さん、滑舌いいね。ありがとうございます。ねえ、むちゃむちゃ上手にしてるじゃないですか。 ありがとうございます。経験者ですか。全然初めて。そう、普通に終えると思えないわ。ね、ランチパスポート使ったことある人。お前、使ったから言って。あ、あります。 ありますか。めちゃめちゃ使ってる。これいくらだったって。1000円でしたっけ。ね、約1000円、1000円でお釣りが来るんです。994円で販売しております。で、全部500円なんですよね。はい、500円税別でして、ちょっと税込み税別のお店があるので、なるほど、ちょっとは違うんですね。はい、500円か540円でランチを楽しんでいただけます。ね、はい、なかなかお得な。利用感知のお店はどれぐらい今ですね、参加してくださったんでしょうね。八日市のお店ですと 1,2,3,4,5,6,7,8 8店舗です。で、愛称町で2店舗ああ、そうですか、はい、掲載しております。ぜひね、はい、メンバーの人も行ってもらえたら嬉しいね。はい、あ、皆さん東近江の方ですか。いや、近江じゃないですけど。あ、じゃないですか。あ、生まれはわけな、生まれてな、東近江生まれ東近江で、東近江は最近やんけ、お前。生まれたら行って。はい、このランチパスポートを大津、草津、立東、森山、安、近江八幡、竜王、湖南、水口と、あと東近江エリアとして東近江市と愛称町、うん、あとですね、彦根のエリアもありまして、うん、彦根だと、彦根と高良町と豊里町のエリアが載ってます。で、全部で118店舗あるので、また近くのところですね。、はい、ますますこう店を増やしていこうと。そうなんです。はい、ますますお店も増えまして、営業されてるんですね。そうです、営業して取材して、せっかくなので使いましょう。はい、ぜひぜひ使ってください。で、販売してるところとしては、あ、そうですね、それ言っといて、はい、それこれ結構大事、うんうん、大事大事大事です。滋賀県内の書店さんと、あとコンビニエンスストアさん、あとですね、フレンドマートさんとか、平和堂さんの本のコーナーでも置いてます。本屋さんにあるんや。はい、うーん、はい、そうですか。ぜひぜひ買います。ありがとうございます。ありがとうございます。僕も買います。持っていきます、ほしたら。スコモのメンバーでご飯食べに行きたいわ。楽しそう。でもこれ1冊買ったら、はい、その店では1人しか使えない。そうなんです。ですね、じゃあちょっとこれ使い方っていうのがありまして。確かに、ね、そう書いてたような気がする。そうなんです。よくご存知で。だから3人で同じ店に行きたかったら、1人3冊いるの。そうなんです。1人1冊、ね。なんかね、1人の、1つの店に3回ぐらい使えるとこもあるんだけど。何の本だ、割引で、うん、そう、500円だったら。そうなんですよ、例えばですけど、じゃあ東近江のお店で、じゃあ1個だけ例えばを言っていきましょう、ね、せっかくなのでね。じゃあ例えばですけど、119ページに載ってます。119ページです。119ページにあります。バーガードリンク B セットっていうハンバーガーとドリンクのセット載せてあります、うんうん、ソイプラスカフェさんっていうのがあるんですが、ソイプラスカフェさん、はい、こちらですと918円のセットが540円で、うん、安い、驚くとこ驚くとこ。ありがとうございます。これはすごいわ。ね、はい、もう買わない人いいやろこれは。で、ちょっとで
ですね、各お店によって土日使えないところとかあるんですけども、それはね、よく見てもらって、はい、で通常ですね、ランチタイム、ここのお店ですと11時から2時の間使えます、うんうん、で、このパスポート本を注文時にご掲示していただいて、で、お会計時にですね、サインをもらうんですけども、うんうん、もらって、で540円を払って買えるっていう、じゃああれですよね、一人一冊持ちましょうってことですね。そうです、はい、皆さん常備していただいて、ランチに出かけるときはぜひランチパスポートを、毎日どっかでお昼食べてる人はね、一冊持ってたらいいよね。営業の方とかです ね、 ね、どうせ食べるんですからね、うんうん、ということで、はい、すごいな、これが3月の東京と大阪しかないと思ってたら今、そうなんですよ、全国47のエリアで作ってまして、で滋賀県が、この度第4弾が3月の20日に発売します。またFacebook と Twitter と、はい、公式のホームページもやってますので、詳しい情報はそちらでまたチェックしていただけたらと思います。じゃあ辻さん、はい、これみんな買いますので、はい、辻さん今度パッキンジャンキーズのライブ来てください、はい、次はいつが来たいですか、知らせますやん。あ、わかりました、はい、来てね、じゃあ女の子みんなで、あ、ちょっと友達連れてガーッて、ここチーだなあかんてガーッて、あ、そうなんですね、え、あ、そういう感じですか、あ、グーして、グーして、グーして、あ、頑張れって、あ、なるほど、あんま、ちょっとほらテンション上がるでしょ。そうですね、あんまりこういうの行ったことがないので、行こう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 、もう癖になる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 、それ買うんでね、あ、ありがとうございます、すごいな、めっちゃ欲しかったよこれ後で記念撮影しましょう、はい、はい、辻さん、はい、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。見残すことはないですか。ぜひランチパスポートを3月20日発売するんで買ってください。はい、買ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。そうね、辻さん。じゃあちょっとざわざわっとこのまままたメンバーに変わりますよ。はい、じゃあこのままいますか、ここに。辻さんいたらいいの。ほんまいたらいいの。こっち置いて。あ、そう、椅子、私と2人で座ろう。あ、そうですね、一緒に。あ、すいません、椅子取ってしまって。あ、どうぞ。じゃあちょっと2人で座りますね。はい、いや、かわいいわ、もう。じゃあ、朝日の方がいいかったりね。はい。じゃあちょっと時間がね、もうこんななってますのでね、次行きますよ。一緒に話してもらっていいですよ、辻さんも。あ、どうぞ、ランチパスポート持ってきましょうね。なのでね、では、メンバーの皆さんに、ね、音楽の話とか全然してないやんで、ちょっとさっき怒ってはったので、その、今、発売ね、このレコ発で回ってはるわけですからね、この CD の話をちょっと、おすすめなどをしていただいたらどうでしょうか。はい、そうですね、これは聞いてほしいみたいなとこをね、はい、お願いします。そうですね、はい、ガンガン言ってください。これを聞いてほしいっていうか、やっぱライブのバンドなんで、とりあえずライブハウスに来てもうて、体感してもらって、はい、それから、CD を買ってもらってが一番理想な感じですね、僕らの。やっぱりね、はいはい、聞いてもらったらっていうことですよね。はいはい、それはもうだいぶ何でもそうですよ。そうですね。聞かな分からへん。実際に体験、うん、体感。そうそうそう。スイちゃん行こうな。はい、行きますね。はい。じゃあとりあえず来てくださいということでね、はい、またこの BGM みたいに本当にもったいない、申し訳ないんですけど、曲今流れてますのでね、ちょっと聴いておいてくださいね。じゃあ他の質問のメールあるので、はい、どうぞ。いいですか。じゃあ行きますね。どうしようかな。そしたらこれしましょう、はい、ラジオネーム解決 A チャンネルさんです。面白いやん、これ A チャンネルやんな。じゃあ行きますよ。えっちゃん、ひでさん、サイモンドセレクションサイモンドセレクション1位さん、こんばんは。なんかいつも楽しき放送ありがたし、花粉症の季節どうやって乗り切ってますか。私はマスクをし、マスクの下でティッシュで鼻栓をしてなんとか乗り切っています。もっと良い鼻水対策があれば教えてください。これはもうちょっと苦労してらっしゃる、ね、鼻水対策どうしたらこう垂れてこないかみたいな、こんなことをね、ミュージシャンの人に聞いていいのかと、ごめんなさいね、変な質問で。どうされてるんですか。やっぱお薬が一番。薬やったら止まります。薬やっぱり効きますよね。効きますよ。やっぱ薬ちゃんと処方してもらうのはあきませんね。あれ何や、はい、まあ、ええー、って言われるもんは全部やると、うん、あ、なるほど。ヨーグルトがいいとか、まあ、効くか効かんか分からんけど全部試す。甘いもん食え言うたら、甘いもん食えやけどやります。あ、ね、ぜひ一回やってみてください。甘いの、甘いの、はい、うん、だいぶ楽になるみたいですよ。注射は大丈夫なんですか。私は、はい、大丈夫です。花粉症になって
ったことはないです。いつなのかわからないやつで、いつも毎年毎年気持ちとしてはいつ来ても大丈夫なようにしてます。しっかりしてるね。すごいね。すごいね。じゃあもう一つ読みますね。リアライズさんです。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。つい先日車が急に故障してしまい、見てもらったところエンジン系のトラブルらしくて、部品交換に結構金額がかかってしまい、かなり落ち込んでいます。思いがけない高額出費は本当に痛いですね。皆さん最近ついてないこととかありましたか。これ面白い話出るんじゃないですか。なんかついてないことありませんでしたか。いや特に、ね、最近ついて僕結構ついてる。ついてる方なんですよ。ついてる方。すいません、ごめんなさい。僕もついていますね最近。ついてますか。あ、みんな最近は調子いいですね。調子いいんですか。なんかいろいろと、僕ももうすごい調子いい。あらあらあら、完璧じゃないですか、はい、守られていますね僕。俺かいほんで、ね、いや調子いいですよ。あ、ほら、ほら、じゃあ調子どうなのかな。調子いいっすね。いいってすごいじゃん、うん、素晴らしい、はい、みんないいってことです。元気ですよ、元気です。水蔵君はついてないと思うことありましたか。じゃあ歩いてたんですけど、はい、鼻が出てきて、はい、鼻が痛くなりました。あ、ついてな、なんでよね。そういう話、はい、ついてないな。ついてないな、ついてないわ、それはついてないわ。歩いてる時だったらついてへんわな、うん、ついてない。すいません、なんか最後せっかくついてる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 と来て鼻痛くなったってどうよそれ。ついてないでしょ。あれ、はい、すいません。じゃ次いきます。はい、今言ってくれはった、いや、誰やった、リアラジさん、すいません、ちゃんとした答えが出なくて申し訳ないです。もう一つです。ダックスビルさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞かさせていただいてます。ところで最近大塚家具の社長解任騒動が話題にされていますが、理想の経営者にふさわしい人物は次のうちのどなたか答えてください。1人目スティーブ・ジョブス、2人目原田栄子、3人目田村健二、4人目何があっても大丈夫を連呼する鉄人28号張りの強靭な肉体を持ち、正直さは世界一、杉山瀬奈。はい、この4人のうちどれが理想の経営者でしょう。めっちゃ悪いじゃない。めっちゃ悪いじゃない。どうですか、これ僕らが言うんですか、これ、うん、どう思います。これいつも多数決で優勝決めてるんですよ。あ、どうですか、理想の経営者、スティーブ・ジョブスか原田栄子か田村健二か杉山さなおです。一人一人はあんまり顔知らんよね。4人目だけなんか前置きがすごい長いね。まあ、鋭い4人目、ね、鋭いわ、鋭いわ。そこを選んでくれ、言うてくれっていうような感じやろ。これ一番最後に持ってきてるで、やっぱ鋭いね、ミュージシャン違うわ、感性あるわ。その通り。多分そうでしょ。答えが決まってる。杉山さなだと思う人。はい、はい、ありがとうございます、はい、3対4対…あ、全員一致で杉山さなの。あ、天の声さんも違うって言った。天の声さんはスティーブ・ジョブス、あれ原田栄子、田村健二、あれ天の声さんだけ田村健二さんでした。杉山さなおさん、全員なかなか最近もらえないね。すみません、ダックスビルさん頑張ってください。はい、すいません、お付き合いいただきましてありがとうございます。はい、じゃあもう少しだけ時間があるので、はい、皆さんのライブのこととか言い残したこととか、ファンに対する気持ちとか、うん、もう存分ね、おっしゃってください。そうですね、一応ね、ファンクロックでやって、はい、まあ昔からもうやってるんですけど、今回滋賀県をね、はい、もっとパンクで染めたいですね。まあ、東京とか大阪とか盛り上がってるんじゃなくて、地元滋賀でもっとこう、その音楽あふれて、はい、それこそパンクがあふれて、うん、若い子とかもしてほしいよ ね、学生さんとかね、うんうん、どん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 できるように、はい、僕らも頑張って
こう発信していくんで、はいはい、みんな応援しましょう、はい、みんなもアインジュさんも応援してください。そうですね、大きな会社なので、ね、お手伝いできることがあれば会社のなんとか記念とかで呼んでもらったらいいんですが社長に言っといてください。よろしくお願いします。これを100冊とかでどうでしょう、ギャランティーどうしよう。これにライブのチケット載せてもらえます。500円今おた今おためちゃめちゃこと言うやが今日シアの、シアのねバンドさんなんだから、この中に500円安っ、安っ、そうですね、500円で終わりでしょ。これ1000円で他のランチいっぱい食べれて、なおかつライブチケットすごいやん、絶対買うわそれファンの人。ちょっとまた会社持って帰って、そうやっぱり職があれば音楽もないと、それこうブッキングさせたら、そのよそと同じことしてたらあかんので、ちょっと営業会議で言ったらどうですか。ディナーショーに参戦したいもんね、俺ね。お前ね、お前ね、似合うかも。あ、楽しそう。勉強しないですよね、パンクのこと。そうですね、はい、ちょっと本物のロックなの、本物のロック。もうロックチャラチャラしてんねん、もう。だからあかん、そんなもんは。これがロックやねん言って始まった音楽なんですよ。そういう怒りがあっての、チャラチャラ何しつきやほれた言うてんねんみたいな、ちゃうねんみたいな、めちゃくちゃ怒ってるんですよ、怒ってるんですよ、怒ってるんですよ、ずっともう怒ったんけ。いやでもね、今までも笑ったけど、音楽って怒りらしいですよ、怒りから、めちゃくちゃ怒ってるんですよ。ああ怒ってるもんな、怒ってるよ、ニコニコしてはる優しい、実はでも怒りますよね、怒りま、怒る時はね、はい、怒ってあげんとじゃあ次のね、後半戦がね、またはっきり決まったら、はい、またまたの、はい、またお知らせして、はい、みんなでファイナルツアーをミュージックボックスで、あのこうお客さんを集めてね、ツアーを組んでいくとかどうでしょうね。あ、いいですね、うん、はい、キャーってキャーって言いますわ、なんか幅広いお客層やなって言われるね。ね、行きましょうね。はい、ぜひ私も行きたいと思います。はい、今日はついてきてください。あっという間でしょ、1時間。いいです、早いですね。早かったでしょ。でも、まあ、後で録画で見ていただいたら結構面白いと思いますので、はい、ファンの皆さん喜んでいただけましたでしょうか。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。残りのね、3つ前半戦残ってますので、はい、鳥取、大阪、あと新堺です。皆さん行きましょう、はい、ここにありますよ。もう最後の曲は入ってるんでしょうか。まだなんですね、まだ大丈夫ですよ、はいはい、ライブの予告か何か言いたことあったりとかです。怒ったりは、あ、怒ってください、怒ってください。いやいや、もう怒ったと、まあでも、でもさっき怒りはでもあるかもしれないですね、うん、怒りなんかこう昔からこう例えば、はい、あの仕事してお前しゃーとかで怒られて、はいはい、悔しいから絶対次まで覚えたるとか、うんうんうん、そういうのも、うん、なんか全部なんか、まあ、例えばですけど、うんうんうん、まあ、そういうのもあの絶対次こうする目標みたいな、うん、次のパワーになりますよね、はい、そんなんがもう僕はそういうのは結構思う方です、はい、なんかこう、うんうん、賛成怒ってます、怒ってます、怒ってないんですけど怒ってるんですよ、ね、みんなでいい怒りをね、そうですそうです、はい、いい怒りを持って、ほんで頭は涼しく、心は熱く、そうそうそう、気持ちで怒ってる、気持ちで怒る、飯食う時写真撮んなっちゅう、じゃあ今日の最後はそれを名言ということで、飯食う時とトイレ行く時は写真を撮るなということね。今日は本当にありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。最後に一曲ね聞いてもらって、それで、はい、お別れします。その後皆さん映ってるのでそのままいてくださいね、はい、最後の曲も紹介してください、お願いします。アルバムリアリティからで9曲目に入っていますファイナルマイセルフという歌です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。